はい、どうも、イゾログです。今日は、8月の18か、はい。まあ、ツイッターでも言ってたけれども、本来だったら、外ごもりプレイスはオープンしてたはずの今時期なんだけれども、水道管の破裂が風呂桶の下で見つかりまして、まあ、22万の、修理費および、まあ、自分の生活費っていう運転資金かな。それを、まあ、出稼ぎに来てます。お疲れです。はぁ、あ。てなわけで、今後、今後というか、来年の外ごもりプレイスの展望を、これから喋っていきたいと思います。で、今はね、新しく今年買ったあのタブレットと一体型のパソコンで喋ってます。だから音声がちょっとどうなるかっていうのは、まあ、試験的な感じですね。いつも動画撮ってた携帯はここにあるんで。はい。じゃあ、まず動画を撮るということで、外ごもりプレイス。あ、鼻むずむずする。トウモロコシの収穫行くとすごい、むずむずするよね、鼻。はい。で、来年に向けての反省と、まあ、あれっすね。うん。まあ、来年こそは絶対オープンさせなくちゃいけないんで、まあ来年に向けたと今年から見る反省点を言っていきます。はい。まず今年オープンできなかった本当の理由として、あのですね、家を直す順番が支離滅裂だったということですね。で、何が支離滅裂だった、まあ順番を間違ったってことなんですけど、一番やらなきゃいけなかったことは水道管修理、まあインフラだよね、電気が水道、そこからまず見ておくべきだったと思います。まあ、だってお金がある状態だったからね、スキー場から帰ってきて。うん。だからなんで水道管直さなかったかっていう疑問はあるよね。うん。まあ月の使用料払いたくないっていうのがあったからさ、オープンするまでね。でまあ、それ以上に戦闘代が出たから直した方がいいと思いました。まあそれまでにね、いろいろまだそれに気づくまでに、まあ水道管の破裂箇所っていうのは実はあったんで、まあ元栓は開けられなかったよっていうのもあります。はい。まあそこら辺はね、パイプを切って破裂してるやつは捨てちゃって、そこをつなげてみたいなことはしてたんで、まあ、切ってつなげればいいだろうということでやってました。で、それプラス床を張り替えてたから、でも床張り替えがすごいきつかったよね。何畳やったっけ、一人で。4.5、6、10.5、8、18.5 畳。で、プラス廊下がおよそ3畳ぐらいあったから、まあ21畳か。よくやったよねと思う。何もわかんないくせにね。あとは壁の仕切りとかね。まあでも、やっぱり必要最低限、水道とかを直せば、まだ誰かを止めれる状態にはあったから、まあ、まず水道を直して、あと残りの直さなくちゃいけない部分は、ちょっと床張りワークショップとか、漆喰を塗るワークショップとかで、集客を兼ねた、そんなイベントにしていこうかなって思います。まあ実際、秋田って来づらいから、どれくらいの人が来てくれるかっていうのを、ちょっと、試すみたいな意味合いもあるんだけど、はい。で、そして、来年オープンするために絶対、一つだけ考えなくちゃいけないこと、もう最低限で、オープンさせるべきっていう結論が出てます。何がどう最低限なのかっつったら、
まあ、一応宿泊業とか、クラファンとか、やってみて、クラファンは宿泊業がないとシェアハウスは資金集めしちゃダメって言われるんだよね。まあ実際レディー4で俺は言われたんだけども。で、俺の構想として、まあ一部屋、まあ狭いところとか、まあ広い部屋あるんだけど、3万円で全部一人部屋はね、やろうと思ってました。で、8畳間が1個空いちゃうんで、そこを2段ベッドにして、4人プラス、まあ5人かな。団体の人だったら6人、一部屋に泊めようかなと思って、まあ大体4人。まあ、あとは1人3000円かな。割高かもしんないけど。まあ、カプセルホテルみたいな2段ベッドを4人で3、4、12、1万2000円。まあ、土日ね。1泊2日と考えて。で、それが4週あったとして、C1 が C の C2 が8、4万8000円です。で、満室、個室が満室になったとして、1、2、3部屋で、9万円プラス13万8000円がマックスです。で、短期滞在を宿泊させるのであれば、まあ、14万8000円っていう状態で行こうかなと思ったんですけど、その14万8000円にするためには宿泊業の許可を取らなくちゃいけないんですけど、宿泊業の許可を取るための労力がそれに見合わないってことなんですよ。あとお金も。いや、なんでかって言ったら、保健所行って、宿泊者を4人以上泊める場合には、トイレが2つなきゃいけないっていうことを言われたので、そうすると、まあ大体トイレ増設して、まあ100万は出ると思います。一人でね、便器外して、汚水管をちょっと接続を変えて、勾配をつけてっていうのを、まあ自分自力でやったとすれば、まあ30万 でいけるんですよ。SFA っていう、画期的なんだけれども、原始的なトイレでやればね。でもな、ちょっとあれも使いたくないよね。詰まらせそうで。なんで、で、結局のところ、3万円、まあ9万円かな。で、あと、8畳間を2万5千円でドミトリーにして5万円にした場合、14万円なわけよね。だとしたら、その100万円かけても1万円しか利益が変わらないんだったら、これやる必要ないよなっていう結論出ました。なので、最低限で始めることに、焦点を置いた場合は、まあ、ルームシェアっていう形で、やろうと思ってます。だって、100万かけて1万しか月利益出ないんだったら、100ヶ月必要なわけでしょう。ってことは10年必要なわけでしょう。やる意味ないよね。ということになります。なので、今年の反省としては、ちょっと舞い上がっちゃって、理想を追いすぎて、ね、そんなに DIY がうまいわけじゃないくせに、高い目的目標にしちゃったがゆえに、無駄に金使っちゃったみたいな感じです。なんで、それが痛いんで、まあ、来年は最低限で始めようと思っています。なので、多分もう20万で水道管直して、まあ、あとボイラーの調子を見て、それで良ければ、もう20万でオープンできるんですよ。で、一番何が重要かといえば、俺自身が実現したかった生活をとりあえずは実現してみようって感じです。もうちょいもう落ち着いてみようぜっていう感じ。まあ、外ごもりプレイスとしては、通年オープンしなくて11月かそこらで閉めます。
水道管のパイプの養生まではそうやってらんないんで、まあ、冬場になったらあそこは住んでられないので、断熱材とか屋根裏でやるのか天井でやるかちょっと悩んでるけども、ちょっとまあまだ1年目はそこまでお金がないのでやめようと思います。まあ、雪降ったらすごい来づらいからね、あそこね。だからまあ季節的な、シェアハウスでちょっとプレオープンの 様子を見るっていう感じでやるので、まあそんな感じでね、やっていこうかなと思います。まあ生きていくことが辛かったり、働くことが辛いっていう人たちに対しては、健全な人も来ると思うんよ。でもその中でも僕も、まあ、半引きこもりを繰り返すようなやつだったし、だからその働き方の選択肢の幅がないから苦しんでるって僕は思ってるんで、みんなね。だからまあ、みかんアルバイターとかさ、家入りカズマじゃないけど、住み込みのバイト行くとみんな他人じゃん、行った先って。だから、自分を知ってる人がいないってなんかすごい楽なんよね。まあ、ペーパーボーイを作った家入りカズマの、一番最初の第一歩、高校を辞めて何をやったかって言ったら、新聞配達の住み込みのバイトで、働きで、その働き先だと自分誰も知らないからすごい楽だったみたいな、確か本で見たことがあるんだけど、まあそんな感じの場所にしようかなって感じです。まあその出会いがあって、気が合えば、じゃあスキー場俺今年ここ行くからちょっと一緒に行ってみないかとかさ、やっぱりその 一人で行くよりかは友達と一緒に働きに行くとかっていうのでもいいと思うよ。まあもちろん自分で何かできる術があればいいけども。だからまずオープンさせるにおいては、トイレの増設はまあいらないかなと。あと宿泊業を取ってもまあ意味がないっていうことなので、まあルームシェアで行こうと思います。はい。で、あとは問題駐車場のだよね。だからあとはちょっと人にアピールするのに、まあきりたんぽミーティングみたいなものをやったりとか、あとはチャリンコを、まあ、ロードバイクとマウンテンバイクを足して2で割ったようなやつ揃えて、みんなでサイクリング、チャリし、こぎ行こうぜ、みたいな感じの付加価値をつけて、まあ、月家賃3万円1人部屋だよね。で、確保してやっていかないと、ちょっと俺もやる意味がないので、そんな感じで回していこうと思ってます。なので、外ゴムリプレイス2022の動きとして、まあ僕は今北海道にいて、今月でここを辞めて、次は四国の香川に行きます。で、まあスキー場今年は行かなくて、まあコロナ禍もあるんで、まあそこで3月まで行って、まあ来年4月の後半ぐらいから動き出そうかなっていう感じです。まあおよそ2ヶ月で今度こそオープンかなって感じです。今年は秋田の竿燈祭りとかも中止で、来年くらいからはそういうお祭りがあると思うのね。だからそのお祭りシーズンに向けて、オープンできるやっていきます。なので、まあ、シェアハウスもしくはルームシェアをベースにした、あとは売りとしてはサイクリングですかね。猫張り岩とか、なんかね、ゴジラ岩ってあるんよ。だからそこまでみんなで遊びに行こうぜとか、そんな感じのチャリを漕ぎに来たかったら打ち漕いよ。で、あと竹原ピストルが僕は好きで、で、嫌なことあったら打ち漕いよっていう歌があるんだけど、まあ嫌なことあったら打ち漕いよっていうフレーズが見合うような、そんな場所にしようと思います。はあ、まあ来年の3月までは、香川にいると、香川にいるんでクビにならなければね。 なので まあとにかくツイッター経由とか、まあ、実際に支援を、お金をくれた人がいるので、その人たちにいい報告できるように、まあいい報告できるようにまあいい報告するんで、まあそんな感じで来年は最低限でまずオープンしますということでした。ではでは。